次、けで始まるサッカー選手の悩みとは。けで始まるサッカー選手の悩みとは。これはみんなそうでしょ、もう。これ簡単じゃん。終わったよね、これは。これはこれもう行くんじゃない。2個はもう確定しちゃうんだね。え？けだよ、け。これかな。これか。これしかないやん。これしかないっすね。まあ、サッカー選手っていうよりも、まあ、人として悩んでるのかな。え？え？え？人としてそれ違うよ。違う。あれ？行くよ。でもあんまり喋っちゃダメだよ。ああ、うん。せーの。の。え？毛なの？よし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 。待って待って、ごめんなさい。俺がだろ。ちょっと待って、サッカー選手に毛生えててもプレーできるから。そうそう、悩みじゃないよ。確かに確かに確かに。悩みじゃない。隠そうとするやん、そのハゲてるところをさ。よし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 。いやもう出してる出してる。それ結構少数派だから。えー、チャンス問題だったんだけどね。めちゃめちゃチャンスだと思ったよ。僕の親父知ってるね。僕の親父知ってる。僕の親父知ってる。僕の親父の話詳しく教えてもらっていいじゃん。親父でも野球選手やからさ。そうサッカーとは違う。そう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 。帽子かぶれるから野球中は。アートネイチャーで俺育ったのに。次。頑張っていきましょう。はい。初めて会う女性の一番最初に見る箇所はどこ？箇所？合わせに合わせに行くんでしょ？合わせに行くんだよ。合わせに行ってくださいよ。え、もう見る箇所ね。うん。え、なんかやだな。見る箇所。普通で。まあ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 。これはね、これはもう正直に行きましょうみんな。もうここは。もうこれしかない。え、これしかない。正直に絶対。これじゃなかったらみんな嘘ついてると思うな、俺は。逆に。そうだね。確かに。うん。嘘ついてると思う。これもちょっと待ってください。変えていいっすか？いいよ、早く。変えてください。いや、そっちね。合わせに行きましょう。ハスキー、マジでやな。ハスキー、お尻から変えて、お尻から変えてください。ちょっと待って。変えてお尻になったんだけど。ちょっと待って。変える。じゃあ。もうダメだよ、あんまり言っちゃう。え、ちょっと待って、じゃあこっちだね。いいよいいよ、もうハスキー大丈夫だよ。いいよ。うん。いくよ。はい。せーの。どうぞ。まあ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 、これはね、全然違うじゃん。俺顔って書いてあるんで、胸になっちゃってるか、最終的に。よし。顔ってちょっと広すぎ出すのやめてよ。広すぎないかい、顔。広すぎないかい。迷いが地味に広すぎない。ねえ。何すか？目も顔でしょ、ね、もう目は消えてください。目も顔でしょうよ。目は消えてください。目は消えてください。絶対目だろ、顔って言ったら。いやいや、顔です。顔見ます。目じゃないです。顔全体見ます。絶対顔ですからね。マスク。いや、そう。いや、そんなフォローいらんねえ。俺も、マスクとか。おい、たくま、顔じゃねえぞ。いや、俺。顔からお尻って最終的に胸になっちゃったね。もうなんか、じゃあなんか千葉さんのそのお尻のやつちょっと最初の顔だから、だからハスキーは顔を見て、胸見て、お尻見て、あ、この人好きってなるってことでしょ。違う。全部教えてくれて。違う。俺顔見て、なんか違うっていうかお尻ってなったのに最終的にこのメンバーだったらってなったんですよ。はい、ちょっと静かにしてください。はい、次の問題で、はい、ちょっと悔しいわ、はい、よし行くよ。はい、 JK が使う言葉といえば。いや、これ今 JK が使う、で俺は千葉ちゃんとは合うけど、多分この3人がちょっといや合うか。あ、JK でしょ。え、JK はあれでしょ、マジもう。いや、それ多分だいぶ古い JK だぞ。いや、だからよ。だから今の JK の使う言葉が知らんから。今の JK？ いや、俺らの それも含めて。それも含めて。いやー、むずいな。あかん、これもあかん。また合わへんわ。もう絶対無理やわ。合わせられへん。
これ今使うのかな。ちょ待って。絶対これ合わへん。もうまた合わせたいけど、千葉ちゃんとしか合う気がしない。いや、わからん。かけた。はい、かけた。いや、これだ。これ、JK といえばもうこれしかない、俺の中でも。もう。行きましたよ。なんすか、なんすか、なんすか。え、まだ高木くん。プリンスまだ、これかな。一人はいると思う。俺も、一人は合うけど、四人は合わへんわ、絶対。うん。よし、来た。はい。はい、行きましょう。せーの。全員全員違うじゃん。まあまあまあ、そうやな、バーチそうやな、チョベリバチョベリグやな、うん、だけど何があるんだろう、ね、知らないだろこれ。みんなリースか、はい、みんな復活してきて。リースか。え、ゴメス何だった、うん、アゲポヨス。ちょっとかよ、マジマンジもう言わねえのか。え、でも一回書きました、マジマンジ書いた。マジマンジって何、マジマンジって何なの。マジマンジじゃない、何でもありなんですよ、マジマンジ。何でもいいんだよ、何でもいいって意味。え、ニューバランス、ただ言ったもん勝ちよ。え、どういう意味、どういう意味、マジマンジ。ニューバランス、マジマンジでも意味はないですよ、そのマンジマンジに対して。言うってこと、もう何でもいいから言うってこと。何それ。いくよ、じゃあ次。はい、はい、自分が女性として初めて会う男性のどの部分を見る。自分が女性として初めて会う男性のどの部分を見る。ここはね、これはもう、これはもう学んだ。学んだ、学んだね、学んだ。俺ももうお尻なんて書かない。見る人もいるかもしれんぞ。行きましょう。 OK。 せーの。まあまあまあ、はい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 、消してるやん。タグは一回消してね。なんか漢字間違えた。何やそれ、そこかよ。よし、行きましょう。いやー、ちょっと会いたいなマジで。3つ連続。よし、いきます。はい、そろそろいけんじゃないですか。そろそろいけるそうですよ、これ。うんうん、次行きたいよ。ふきたい。で始まる女の子の好きなものとは。ふふふ、いや、あれじゃん。で始まる女の子の好きなものとは。はい、ふ、あれか、ね、ハヒフ。あ、あ、くね、ふ、ハヒフ。え、ハヒフ。うん、そう、ハヒフ。ふ、そう、ゴメス、ふ。ふ、ふって始まる、お前。ふ、ふ。わかった。え、女の子が好きなもの？え、そんな絶対的なのあります？いや、ないと思う、ないと思う。まあ、気づいたらこれだと思うけどね。これでしょ。俺はこれ以外、まあいろいろあるんだろうけど。う？うん、嫌いな女の子いないと思う。確かに。な。どっちか、どっちか、どっちかに片割れますもん。物、物ですよね。物。そう、好きな物。物？物？女の子の好きな物とは。あ、そんな抽象的なもんだった。物だった。違う、全然俺これ違うわした。待って。物。物ね。物、物ね。物？みんな昇格したいか。したいです。T1 に行きたいです。やべやべやべ。いきなり物になったと分かんなかった。いや、分からんよね。物って何？物？ふふふふふふふ。え、これしかない、ないと思うんだけど。ふで始まる
ふで始まる女の子の好きなものとは。好きなものね。ふ。鳥があるか。好きなもの。ものってなんだ。ものになると何もないな。もの、ふ。ものって別にそういうふうに考えなくていいんじゃない。そうそう。え、好きなもの。じゃあもう。あ、音みたいな。まあまあ、全然好きなこととかで、ものってその、これって言われじゃない。好きなものと、うん、物品じゃないってことね。まあまあ捉え方ですよ。うん。早くしてくださいよ。本当だよ。本当だよ。ほんまに思いつかないからもうやだ。ちょっと消えるわ俺。ごめん。なんかあるだろう。じゃあだからなんかあるから今もう思いついたらこれしかないのほんまに。あ、そういうことね。よし。行くぞ。これは絶対合うと思うよ。これちょっと消えるわ俺。4人プリンス大丈夫？4人いけるよ。消えます。消えますはいいんだ。宣言してください。消えます。消えます。2問目だよ、だってここ。せーの。はい。消えます。いやー。風船ひどくね。これじゃねえか。服ファッション。ファンデーション。もう。てか、合ってないから全員いいのか。合ってない。そうだよ。合ってない。いや、たくま、風呂分かる。全然合ってないやん、みんななんか自信満々に言ってさ。なんて書いたの？やっぱあるっしょ。ほんとだよ。なんて書いたの？風呂。風呂。ああ、でもその、物って言ったらそうかもね。え、服とかじゃないの？服とかファッションじゃない？はい、プレゼントでしょ。プじゃ。もうプじゃじゃないですか。プじゃ。プーツ。プーやん。プレゼント、プだよ。フルーツなんて思いつかばなかった。フルーツとかもうどんだけ美意識高い。フルーツだって嫌いな女の人会ったことあります？フルーツ嫌いなんですって人。いやー、バナナとか食う女の子嫌だな。めちゃくちゃバナナ好きなんですみたいな。ガツガツ食うの嫌じゃね。ちょっと路線を変えてみましょうかね、じゃあ。あ、いいですね。ちょっと変えてみましょう。変えてみましょう。じゃあ行きましょう。はい、行きましょう。むずいわ。ちょっとシンプルに、YouTuber といえば。いや、もうこれはもう、はいはいはい。YouTuber といえば。これはもうそうでしょう。元祖。今ね。元祖。そんないらんよ、そんな。あの、お世辞いらないから、大輝。わかった。ほんまに。これは今のリアルタイムでの、ね、はい。うん。これはあると思う。もしかしたら別れるかも。寄せてってよ。ちゃんと。寄せて。絶対これ、みんな寄せていこうよ。はい、いけるいける。せーの。一人だけよ。誰バク。バクいや、確かに。最近めっちゃいますけど。バクロじゃないの、YouTuber。ガーシーチャンネル？バクロじゃない？いけるよ、これは。この路線は。いきましょう。からリズム狂ってんな。はい、次。から始まるお笑いコンビといえば。いや、俺2つあんだよな、これ。4人したいっすね、これ。世代交代だな。いくよ。このメンバー、これ再生数伸びねえわ。やべ、出てこれ。これ外しに行っていいっすか。あ、すごい。最後にグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしく。